阪神、痛い敗戦。阪神は2度追いつきながら DeNA に1点差で敗れた。1点ビハインドで迎えた1回2アウト2塁から4番大山のライト前タイムリーヒットで追いつくと、2点劣勢の6回は森下の15号ソロで1点差、なおも1アウト1、3塁から坂本のセーフティースクイズで同点に追いついた。しかし同点の8回にマウンドに上がったゲラが1番桑原にレフトへ勝ち越しとなるソロを被弾。この1点が決勝点となった。首位巨人が逆転勝ちを収め、ゲーム差は 3.5 に広がった。まあ全部は語れへんよ。7連戦5勝2敗でいければ十分。点では全勝するんじゃなかったの？しかも通ってよ、上田走れよ。まあとりあえず2位になろうや。話はそれからや。せっかく巨人が広島を叩いてるのに。坂本がスタメンで何回負けりゃええの？実際、こいつがマスク被ると打たれまくりで、ほんときつい。渡辺のあのボンフライ、あんな絶好球をあんなフライにできる？損じてもあんな打球にならんやろ。昨日のホームランで天狗になって、大振りしたんやろ。8回、代打糸春に納得できんわ。やっぱり長打力、期待できる原口を起用しろよ。代打渡辺がな、初球ファールフライとか、本当にどうしようもないわ。チャンスに弱すぎるだろ。ゲラもたまには打たれる、でもかなり痛い負け、ゲーム差的にもさすがに、巨人で決まりかな。毎度おなじみ、石井の無駄遣い。ビハインドで使っても打線奮起せず。でもやっぱり、あそこで自動アウトの糸原はないわな。あそこで渡辺または井上だろ。痛い痛すぎる負け。近本でも送らないと。あそこだな。